のお兄さんたち、お二人ともサラサラツンツンと髪型、そんなに男前なのに見物とはもったいない。ぜひ海の男コンテストに参加してください。おいおいおっさん、俺たちはコンテストなんかに付き合ってる場合じゃ。おい、あの男怪しくないか？逃亡者は人混みに紛れるもの。このコンテストを利用し貴様をあぶり出す。まさか人目もはばからず堂々とコンテスト会場にやってくる奴の、あの鎧、まさか。聞きたまえ、ダーハルーネの民よ。私はデルカダール王の右腕、軍師ホメロス。そしてあの者こそ悪魔の子、ユグノア王国を滅ぼした災いを呼ぶ者だ。チェ、逃げるぞ。さあ、忌まわしき悪魔の子よ、おとなしく我がし。おいおい、マジか。いくら倒してもキリ。無駄なあがきはやめるんだな。さあ、お待ちなさーい。あたしの仲間に追い出する子はお仕置きよ。お仕置きよ。おい、なんだあいつらは。警備の者たちは何をやっている？ほらほら、さっさとどかないと火傷するわよ。まだ仲間がいたとはな。さっさと取り。
神様、俺のことは構うんじゃない。お前だけでも逃げるんだ。ここまで来ればもう大丈夫よ。みんな怪我がないみたいでよかったわ。でも神様が捕まってしまいました。今頃言って大丈夫よ。セーニャちゃん、あの神ちゃんがそう簡単にどうにかなるわけない。それにしてもわけわかんないわね。悪魔の子のあなたが邪悪の神ちゃんを倒すってどういうこと？この方はデルカダール王国から災いを呼ぶ悪魔の子というお名を着せられ、追われながら旅をしているので、シルビア様にはいずれきちんとお話しするつもりだったのですが、マキ…いやーね、そんなこと気にしてないわ。初めっから彼は悪い子じゃないって分かっていたもの。シルビアさん…そんなことより今度はこっちから動くわよ。町の中は兵士ちゃんたちでいっぱいね。でも建物の中を進めば無駄。まずは町の真ん中にある大きな橋の上から神ちゃんの様子を探ってみましょう。さあ宿屋から屋根伝いに行く。
よ。よたまえ、悪魔の子よ。町のどこ、早く出てこなければ、この者の命。あの軍人ちゃんってば、気が短いわね。早く行かないと、神ちゃんが危ないけど。そうだわ。北西のゴンドラ乗り場から、ステージの裏手に回れる通路があったはずよ。そこを通って、ステージに近づく。ここから飛び降りて、町の水路沿いにあるゴンドラを使えば、そこに行けるはずよ。まだ見つからないのか、役立たずとおめ。こんな雑魚の見張りなど。チャンスよ。今のうちにあの軍人ちゃんを倒して、神ちゃんを助けましょう。貴様らいつの間にこんなところまで。ちょろちょろと目障りなネズミどもめ。悪魔の子もろとも、私一人で片をつけて我が手中に落ちよ。ネズミどもめ。無力と知れ。くっそ。てへん。炎よ。せーの、それ。てや。
しきらが。無力と知れ、知れ伏せ。無駄だ。くった。口を慎め。ベロニカお姉様、ありがとう。バカな。一丁上がり。私に膝をつかせると。神様、ご無事ですか。悪魔のことその一味め、よくも褒めろ様を。私を倒しても何も変わらぬ。みんな安心して、もう大丈夫よ。アデュー。ここで仲間に逃げられるとはな。悪、ずいぶん手間を取らされたが、今宵のショーもここでおしまいだ。ここでおとなしく私に捕まるか、海に落ち。ホメロス様、あれを。みんな、お待たせ。シルビア号のお迎えよ。アリスちゃん、あれが私の仲間たちよ。あのハトバスレスレに走っ。ガッテン。さあみんな、飛びの。じゃあね、ホメラスちゃん、今宵のショーはなかなか楽しかったわ。どうしましょう、ホメラス様、このままでは。薄汚いドブネズミどもが。
もう大丈夫みたいだな。一時はどうなることかと思った。お礼はアリスちゃんに言ってあげて。あの子はうちの船の整備士でね、船の操縦もお手の物。お礼なんてとんでもねえがす。あっしはただ、なんで？いやー、何よこの化け物い。私に逆らった。さあクラーゴンよ、思う存分その船をいたぶり、ネズミども。きー、こっちに来るでげっす。なんだこの音は。あれはダーハルーネの商船。まっ、てぃ、見て、あのでっかいイカが大砲の音に怯えて逃げて。よかった、ご無事なようですね。あの魔物はお兄ちゃん、僕だよ、ヤヒムだよ。僕、声が出るようになったんだよ。息子からすべて聞きました。この子の声を取り戻してくださったの。息子が声を出せなくなってしまったのは、災いを呼ぶという勇者の呪いによるものだと。息子から話を聞いて、すべて誤解だったと。この間町の外であのホメロスっていうおじさんが魔物と一緒に話してるのを見かけてね、びっくりして声を上げたらホメロスのおじさんに捕まって魔法で喉を潰されちゃったんだ。悪魔の子と呼ばれている勇者が人を助け、正義で動いているはずの、それが何を意味するのかは分かりませんが、あなたたちは私の息子の悪魔の子よ。悪魔の子よ、貴様だけはいずれこの手で捕らえてみせる。せいぜい、あんたもデルカダールに逆らったせいでこれから商売がやりづらくなるだろうけど。行くぞ。ママ気をつけて。お元気で。また来てね。またお会いしましょう。綺麗な朝日よ、まるで。そういえばアリスちゃん、虹色の枝を買った商人について何か足取りがつかめて。へえ、足の聞いた話だとその商人はバンデルフォン地方へ向かっ。シルビアのおっさん、あんた一応枝のこと気にかけ。それじゃあみんな、世界の海を股にかけて虹色の枝を探すわよ。